皆さんこんばんは投資の隠れ家へようこそいらっしゃいました。さてさて今回は今週の株価の動きを予想していきます。今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までをゆっくりとお楽しみくださいませ。AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではでは初めていきます。 先週の日本市場は大型連休を挟んで2営業日だけでしたが、米国では注目されていた連邦公開市場委員会 FOMC が開催され、連邦準備制度理事会 FRB が予想通りとなる0.5%の利上げを決定しましたね。さらに 今後も利上げを実施する可能性を示唆したものの市場が警戒していた0.75%の大幅な利上げには慎重な姿勢を示したことから5月4日の米国市場では買い戻しの動きが強まりました私はこれに騙されました翌日の5月5日は4日の上昇部分を帳消しにする下落を見せたのです FOMC 通貨によって悪抜けの動きが期待されていましたが 不安定なな相場展開となりましたこのような状況ですが今週の日本市場は決算発表に注意しながら投資をしていきましょう1週間を通じて2400社を超える企業の決算発表が予定されていることから投資家の関心は決算内容とそれらを受けた株価反応に注目が集まることになります2022年3月期が好調であっても 2023年3月期計画について慎重な予想を出す企業や見通しを未定とする企業は嫌気売りにつながる可能性もあるため先回り的な動きは限られ決算日を前に利益を確定させる動きも出てくるとみられますその一方で今季回復が見込める企業へは再評価の動きが強まる可能性もあり低迷していた企業が決算発表をきっかけかに見直される動きが見られそうです日本株では 特に決算に対する反応は大きくなると思われます。ロシアによるウクライナ侵攻に伴う資源価格の高騰や、中国のロックダウンによるサプライヤー問題などによって、外部環境はかなり不透明ですので、今期見通しにはより関心が集まるということです。日経平均株価も、外部要因だけではなく国内要因の影響を受けやすくなりそうです。 このような状況を踏まえて米国の利上げと引き締めは想定以上の厳しさとなることから今後の株価は下落方向に進むとみていいでしょうつまり今後 AI ではさらなる大きな下落が予想されておりますのでまだまだここから株の買い時は来ると考えています AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは 明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな